2022年9月8日、アメリカのブリンケン国務長官がウクライナの首都キーウを訪問したみたいだね。ゼレンスキー大統領、クレバ外相などと面談したほか、小児病院を訪問してロシア軍のミサイル攻撃によって片足を失った6歳の少女と面会するなどしているな。負傷して入院している子供たちへのお見舞いを行っているあたり、ウクライナとの連帯を深めたことになりそうだね。ちなみに、この訪問についてはメディアなどへの事前の予告はなかったというぜ。さて今回は、アメリカのブリンケン国務長官がウクライナを電撃訪問したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。訪問した際にブリンケン国務長官は、ウクライナ及びその周辺18カ国に対して約22億ドル約3170億円の財政支援を実施することを表明し、ロシアの侵略によって周辺諸国が被っている経済的な危機を支えていくことを内外に示したよ。ブリンケン国務長官はウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、その席でゼレンスキー大統領はアメリカによる新型兵器供与や経済的支援に謝意を示し、アメリカの支援はウクライナの領土の奪還を約束してくれていると述べ、2時間にわたって現在進行中のロシア占領支配地域である東部と南部地域の奪還に向けた新たな大規模作戦などについて話し合ったみたい。ブリンケン国務長官はウクライナ政府との協議で、ウクライナに加え将来ロシアの侵攻を受ける危険性が最も高い国々を含む周辺国として18カ国に支援することを伝えたとされ、この18カ国は西側メディア各社の報道によると、中東欧を中心にポーランド、ルーマニアのほか、エストニア、リトアニア、ラトビアのバルト3国に加えて、ウクライナと同様に国内に親ロシア派武装勢力の支配地位があるモルドバ、ジョージアなどが含まれているとされているんだ。なお、今回の財政支援は長期援助を念頭に置き、うち半分ほどがウクライナ支援に充てられ、バイデン政権は財政権限を握る米議会にこの巨額支援の意向を伝え、実施のための調整に入ったようだな。2月24日にロシアがウクライナに侵略して以来、ブリンケン国務長官によるウクライナへの訪問は2回目で、前回はオースティン国防長官と一緒だったんだけど、今回オースティン国防長官は同じ8日にドイツのラムシュタインアメリカ空軍基地で開催された、第5回ウクライナ防衛支援会合に出席してブリンケン国務長官が表明した援助計画とは別に、105mm 榴弾砲や M142 高機動ロケット砲システムハイマース用の、誘導型多連装ロケット発射システム GMARS のロケット砲弾など、6億7500万ドル約970億円の追加の軍事支援を表明するなどしており、そのためにキーウを訪れたのはブリンケン国務長官のみであったみたい。今回発表されたのは財政支援だが、アメリカによるウクライナへの軍事的支援はロシアがウクライナに侵攻した2月24日以降、8月19日までで99億ドル約1兆3600億円とかなりの金額に達しているぜ。すごい額だね。それだけこの戦いを重要視しているんだろうね。8月19日には、7億7500万ドル約1120億円の追加支援を発表していて、この際には 105mm 榴弾砲16門や弾薬、対戦車ミサイルジャベリン戦機、無人偵察機スキャンイーグル15機、対地雷装甲車40台などが含まれていたんだって。アメリカ国防総省によると、侵攻開始からこれまでにウクライナに提供した対戦車ミサイルジャベリンは8500機以上。携帯対空ミサイルスティンガーは1400機以上を供与しており、これらは特に侵攻初期に大量に供給され、首都キーウを制圧しようと北隣のベラルーシ国境から大規模な車列を組んで南下するロシア軍を、ウクライナ軍の小隊、分隊規模の小編成の部隊が機動的にこれらの歩兵携帯兵器によって攻撃を行い多数の装甲車両を破壊して撃退し、首都キーウ防衛に大きな役割を果たしていたんだ。大損害をかぶって撤退したロシア軍がキーウ攻略を諦め、広大な平地が広がる東部や南部が主戦場となったことを受けたアメリカは、そのことに応じて供与する兵器の種類を変更したぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領が、榴弾砲や多連装ロケット砲などの数と射程の長さにおいてロシア軍との差が大きすぎ、ウクライナ軍の兵力に毎日大きな損害を出しているために重火器の供与を必要としているとの訴求を受けたアメリカは、重火器の供与より重視して、長距離砲の M777 などの 155mm 榴弾砲126門やその砲弾56万発、M777 榴弾砲用の牽引車両126台などを供与したね。そして6月以降、ロシアの榴弾砲はもちろん長射程の多連装ロケット砲に対抗できる兵器として、90km の長射程を持ち GPS で誘導が可能なロケット弾を発射できる、M142 高機動ロケット砲システムハイマースを16機供与したことで、ウクライナ軍はロシア軍の司令部や補給拠点を正確に狙うことが可能となり、
早い時期にロシアに占領され支配されている南部地域の奪還作戦などに活用され、ゲームチェンジャーとしての評価を受けているよ。この他、敵の装甲車両などを自律的に攻撃する自爆型ドローン無人機スイッチブレードを700機以上。新開発でスイッチブレードよりもさらに高性能な自爆攻撃ドローンフェニックスゴースト約700機なども供与され、これら自爆型ドローンが8月にクリミア半島で多発したロシア軍基地などの施設における爆発に関与した可能性が指摘されているね。オースティン国防長官と共に第5回ウクライナ防衛支援会合に出席している。米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長は8日、ウクライナは西側諸国の最新兵器で絶大な戦果を上げていると指摘、記者団に対して、アメリカが供給したハイマースだけでもロシア軍の標的数百箇所に打撃を与えたとして、我々は、ウクライナがこれらのシステムを使用し実際に目に見える戦果を上げたことを確認しており、例えば、ハイマースで400箇所以上の目標を攻撃したと述べたよ。これら西側諸国のウクライナ支援と自国に対する制裁に反発するロシアは、欧州諸国がこれまで頼りにしてきた天然ガスの供給を停止するなど報復措置を取っており、そのために欧州全体の経済に悪影響が出ていて、この先のウクライナ支援に一枚岩となって対応できるか懸念されているぜ。これに対してウクライナのシュミハリ首相は9月5日、欧州連合 EU に対して武器や装備のさらなる提供を要請するとともに、EU のロシア依存を低減するためにガスの供給を申し出たんだって。欧州諸国ではロシアのガス供給が停止されたことで価格高騰によるエネルギー危機の懸念が広がっており、これを緩和する提案としてウクライナが欧州にガスを供給することが可能だとして、我々はロシアからの輸入の大部分を置き換えることができると述べたみたい。ウクライナが今までロシアが担っていた天然ガスを賄えるなら、心配はいらないようだね。さらにシュミハリ首相はウクライナには300億立方メートル以上とされるガス貯蔵量があり、不安定な市場でロシアにとって変わるために、その一部を欧州のパートナーに提供することができるとも述べているんだ。その一方で EU のボレル外交安全保障上級代表は、ロシアからいかなる脅威や脅迫があろうとも、ウクライナを継続的に支援すると表明した上で、EU は必要とされる限りの政治的、財政的、人道的、軍事的な支援をウクライナに提供すると表明したよ。また、これまでアフリカにおける石油天然ガス資源は、気候変動懸念やコストがネックとなり、敬遠されていたんだけど、欧州ではロシアからの供給が止まったことでその代替需要が高まり、エネルギー業界において開発意欲が再燃しつつあるとされ、現時点では石油や天然ガスをほとんど産出していないアフリカ諸国のうち、有望とされているナミビア、南アフリカ、ウガンダ、ケニア、モザンビーク、タンザニアなどで、今後数年間に数十億ドルに及ぶ開発投資が行われる可能性があると指摘されているんだ。この先、欧州諸国がエネルギー資源欲しさにロシアに振るか、あるいは脱ロシアを果たすかは、アフリカのエネルギー資源にかかっているとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。